はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校国語単語丸二をお送りします。で、前回からね、単語をやって、単語シリーズはこの2本で終わりになります。つまり今回で終わりだね。で、今回は、ポイントの中には問題はないので、普通に問題が9問載ってる感じになってますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、説明しながら全部問題解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、1番から説明の方を始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、前回からね、単語を始めて、まあその前には文節もやってるんですけど、まあ文節やって単語になりました。で、基本的な単語の切り方は前回やってます。で、それプラス、今回このポイントの知識を覚えてください。で、文節と似てます。やってることは。だって今回も複合語、そして、ほにゃららってほにゃらら、まあほにゃららでほにゃらら。これ全く文節の時も同じことやってるからね。で、まず複合語なんですけど、これは2つの言葉がくっついてるやつ。先にも問題使っちゃいますけど、持ち帰るみたいな。これは持つと帰るが、なまった、持つと帰るがくっついて持ち帰る。こういうの複合語って言うんですけど、文節の時もこういうのは切らないっていう話をしました。一つの文節だったんです。で、単語も全く同じ。複合語に関しては文節も単語も絶対切りません。これまず覚えること、ルールね。で、もう一個、ほにゃららってほにゃらら、ほにゃららでほにゃららっていう、例えばこれ、乗せてあげるとか、帰ってくるみたいな、こういう感じ。で、これは文節の時は、乗せてあげるねじゃなくて、手で切るんだったんだよ。乗せてね、あげるねみたいな感じ。帰ってね、来るねっていうところで、手で切ってと、まあ、でも同じだね。で、切ってっていうのを覚えてもらった。で、この単語の場合はもう一個あって、手とでだけで一単語になります。これね、どういうことかっていうのをちょっと、ね、答え書きながら言いますんで、ちょっとそこまで待っててください。では、一番行きましょう。学校から定規を持ち帰る。これをいくつの単語でできてるかっていうのを調べていきます。それはまあ切っていきましょう。普通にね。で、いつも通り文節から切ってみようか。まず慣れるまでね。で、学校からね、定規をね、持ち帰るね。こう切っちゃダメだからね。で、ここからもっと単語に切っていきます。で、学校とから。学校とからで、定規とおに切る。で、持ち帰るは切れないので。だから、これで完成。で、1,2,3,4,5 となりますので、この答えは5と。で、今回はね、また漢数字って書いてないんで、普通の数字で大丈夫です。で、今回見やすいように、ちょっと色交互にいきます。2番は青、3番は赤みたいな感じでね。じゃあ次。母を車に乗せてあげる。で、これはもう文節から切ります。母をね、車にね、乗せてね、あげるねと。手で切るんだよ。いいかな？で、こっからまた単語にもっと切っていきます。まず、母をの部分を母とおに分ける。車とにに分ける。そして、さっきのルール。ほにゃららてほにゃらら。まあ、ほにゃららでほにゃららに関しては、手とで、手でだけで一単語。これどういうことかっていうと、手があるじゃん。ここで切るんです。つまり、手とで、こいつ一人で一つの単語になるんです。だからそこで切ってっていう意味です。いいかな？で、これ数えていくと、1,2,3,4,5,6,7 となりますので、答えは7です。よし、じゃあどんどん行きましょう。で、次が、父が仕事から帰ってくる。で、まず文節からいきます。父がね、仕事からね、で、帰ってなんで、帰ってね、来るねとなります。で、ここからもっと切っていくと、父がを父とがに分ける。仕事からなんで、仕事とからに分ける。で、手は、ね、それだけで一単語になるので、手の部分だけで切ります。そうすると、1,2,3,4,5,6,7。これも7だね。で、7と。で、どんどん行きましょう。6時から勉強する。で、分節できると、6時からね。で、勉強する。これも、勉強とするは切れないんだよね。これ複合語なんで。だからこれ切りません。で、ここから単語に切っていくと、6時から、6時とからに切って、
で、勉強するは複合語なんで、これ単語になっても切りません。だから今回この3つ、答えが3となります。で、ちょっとここね、ぜひセットで覚えてほしいんですけど、次、夕食の前に数学の勉強をすると。で、いきます。まず文節でね。夕食のね、前にね、数学のね、で、ほにゃららするっていうのは1単語なんだよ。まあ、1文節、切れないと覚えたんですけど、勉強をが入っちゃうと切ります。だから、勉強をね、するねとなります。で、これは単語も同じね、切るのはね。で、もっと切ると、夕食のなんで、夕食との、前とに、数学との、で、勉強とおか。で、切って数える。1,2,3,4,5,6,7,8,9 多いね。下入るかな ?9 大丈夫だね。9となります。かな?で、次。人口が増え続けている。さあ、行きましょう。ちょっとね、これ難しいです。人口がね、で、増え続けているなんですけど、まず、増え続けるじゃん、もともと。で、増え続けるっていうのは、増えると続けるの複合語です。だから、増えと続けは切りません。複合語なんで。けれど、続けているって手なんで、ここ切ってください。人口がね、増え続けてね、いるねと切ります。で、そっからもっと単語に切っていくと、人口とがでしょ。で、増え続けて、手が使われてるんで、手でだけで1単語になります。いいかな?で、こうやって切っていく。そうすると、1,2,3,4,5 となりますので、答えは5です。で、多分ね、画面がちょっとね、明るくなったり暗くなったりすると思うんですよ。あのね、今日外が、雲がすごい厚くて、太陽、日光が出てると明るくなるんですけど、雲に隠れてしまうんで、こんな感じで暗くなっちゃうんですよね。ちょっと見にくかったらごめんね。申し訳ないんですが。で、次、7番。星がキラキラと光を放つです。で、まずね、文節からいきましょう。星がね、で、キラキラとね、光をね、放つね、と、ここでまず文節で切れると。で、もっと細かくいきます。これ、星とがでしょ。で、注意しなきゃいけないのが、キラキラと、これ、キラキラととに切れません。これも覚えちゃってください。キラキラと、これ一つの塊、一単語になります。で、光をなんで、光とを、放つは切れないので、1,2,3,4,5,6,6 となります。それで隣のね、家のワンちゃんがめっちゃ泣いてるんで、もしかしたらワンちゃんの泣きが入ってるかもしれないですけど、ちょっとごめんね、気にせずお願いします。で、ラスト2問です。これはすごく、わざと並べました。すごく似てるでしょ。最後がいるといたしか違わないんですけどね。まずいる方から。綺麗な花が咲いているね、こっちはね。じゃあ行きましょう。まず切っていくと、綺麗なね、花がね、で、咲いてなんで、咲いてね、いるねとなります。手を使ってるからね。で、こっからもっと切っていくんですが、まず覚えてほしいこと1個目。これ、綺麗なです。で、これはちょっと先、まだ先だと思うんですけど、形容動詞っていうのを勉強するときに出てくるんですが、これ、もともと、綺麗だっていう形容動詞なんです。で、綺麗だがもともとなんで、これ切れません。あのね、どうミスするかっていうと、綺麗となで切りたくなるの。綺麗って一つのね、言葉になってるんで、でも、綺麗なは切っちゃダメなんです。単語の時に。だからこれで切らない。そして、花とがで切るでしょ?で、咲いてで、手を使われてるから、手でだけで1単語だから切ると。で、これで数えると、1,2,3,4,5,6 となります。いいかな?で、最後。綺麗な花が咲いていたです。いい?で、なんでこんな並べたかっていうと、これね、もう、綺麗なね、花がね、咲いてね、いたでしょ。で、単語に切っていくと、綺麗なは切れない。花とが、手は1単語でいいんだけど、1個だけ、最後覚えてほしいのが、いたなんです、こいつ。いた。で、これ何かっていうと、これ、いるっていう言葉、もともといるでしょ。それに、過去を表すたがくっついてるんだよ。だから、これ、切るんです、ここ。いると過去を表すたなんで。いいか、切ると覚えてください。いたね。だから数えると、1,2,3,4,5,6,7 になります。いいかな?で、こんな感じで、まずね、今回覚えてほしいのは複合語。
の扱いと手で、ね、それの扱いを覚えてほしい。あとはこういったね、ちょっとまあ特殊なルールではないですけど、よく出てくるパターンもありますので、まあ、この辺もぜひね、覚えておいてください。では今回は中学校国語単語丸2をお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回がですね、今度文節の働きということで、まあ、主語、述語、修飾語、そんな言葉をやっていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。